まさに持ってみましょうか。余裕だな、もうちょっと。5番手、ここに通すだけで、これ入れて、こんな形で。おすげえ。ハンセンといえばね。はいはい、はい、YouTube 撮影。ああ、いくら。あ、いくら的です。はい、お世話になります。あの観戦入選に関するものであったり、はい、さっきこっち空いてるんでこっちで行きましょうか。はい。こちらから言うと、一応あの社交名なんですけど、何をする工具かと言ったら。溶接機を使って あのアークした時にやっぱり光が発生するので、その光を直接見てしまったら目が焼けてしまったりするので、光を遮るための遮光面なんですけど、溶接のお面ってことですか。そうです、そうです。でこういうふうに、一応明るいと思うんですけど、一応ボタンがついてるんですか。これテストボタンでこういうふうに遮光して、あの光から目を守るっていう安全、はい、遮光面にはなるんですけど。ってことは、これは見えるんですか。あ、見えます、見えます。見えながらできる。見えながらできるとか、このまんま手元を照らしてもらって、で、あの、光が発生した時にだけ、はい、こういうふうに遮光して、目を守るっていう形で、昔はこうやって手持ち面とかでやってたんですけど、どうしてもやっぱり色ガラスなんで黒いんで、あれやったんですけど、この遮光面が安全を置くと、今結構話題なのが、このバッテリー式の溶接機。いや、どうしても現場やったら電源取れないであったりとか、はい、あのね、溶接できないっていうことがあるんですけど、このバッテリー溶接機、この1時間のコードはこれもあくまで充電用で、この電源つながってないのにこういうふうに、現場で 200V とか取らなあかんすね。そうです、そうです。今回やったらで、やっぱり 200V 取れないとこもあるんで、取れないとこ多いです。で 100V もし取れたとしても、まあマックス上がっても 100A とかやと思うんですけど、これに関してはバッテリーなんでマックス 170A まで、はい、上がります。だから一応使用状況にもよるんですけど、はい、3.2mm とかだったら10本から20本とかいう形で炊けるんですけど、十分。そうだと僕らが使うぐらい、そうなんですよ。でもし電池なくなってきたとしても、この充電で 100V で約1時間でフル充電するんで、昼からももう一回できます。ちっちゃいですね。ちっちゃいですよ。ちょっとマサニキ持ってみましょうか。一応下に一回下ろすしますね。何キロですか、これ。これ18キロ。はい、余裕で、肩からも下げれるんかな。そうです、ショルダーベルトがちょっと下げてください。これいいわ、コンパクトですね。ああ、余裕だな、もちさん。最高ですね。で今までのやつ。そうです、僕らもね、溶接することたまに現れて、はい、で、あ、その時のためにこうわざわざでっかいの持っていくのが、はい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 、憂鬱なんですよね。なるほど、これいいですね。そう、最後はい、あ、このレールパンチは欲しいです。あ、マジですか。一応こういった風にアングル材に穴開けをする、はい、僕らめっちゃ使うんで。あ、そうですか、はい、あ、なるほど。一応あのコードレス、まあ、100ボルトとあるんですけど、はい、なんでこんないっぱいいろいろあるんですか。これに関しては例えばお客さんによって開ける板厚が6ミリまであったりとか、はいはいはい、これね、サスの6ミリまであったりとか、鉄の9ミリとかバラバラやと思うんですよ。で、例えばこっちで言うと鉄は6ミリまでしか開けれないんですけど、こっちはあの9ミリまで開けれるっていうタイプで、一回ちょっと穴開け、これちょっとサスなんでちょっと音うるさいんですけど、バーン言いますか。そうなんですよ。なるの分かってても怖いんですよね、バーンって。そうだ。分かる。で、一応特徴を言うと、あのモーター負荷がかかってたとしても、モーターがこういう風に360度回るんで、障害物を避けて穴開けができます。そうなんですよ、できますっていうのと、それはすごい。あとは今まで穴開けするときにセンターを取るのに大変やったんですけど、そうなんですよ、はい、このストッププレート特徴があって、ここの縦の面とここの横の面交わるところがもうセンターなんで、これで一回こういう穴開けさせますね。そういう形で、この10時に着替えといたらちゃんと真ん中に開くと。そうです、そうです。結構ずれてね、だるまになるとスロスみたいな。そうなんですよ。だからそういった面で、あのモーターが回るっていうのと、センター位置合わせやすいっていうのと、でさっきの板だけじゃなくて6ミリ開けれるタイプであったりとか、これやったらどうしてもあのところが25なんで奥までしか行かないんですけど、そうなんですよ。これは首折り式とかやったら、あの懐が50あるんで、結構奥深くまで深い方がいいです。そうです、穴開き確保ができるっていう形で、まあ、よし悪しあるんですけど、懐がでっかい分やっぱりちょっと重量は重たくなるんで、そういった面で、で電池もここからここはまあハイコクさんのマルチボルトを搭載してて、はい、ありがとうございます。はい、ぜひお願いします。点検行きたいです。あ、そしたら折りたたみ式のジャッキとか、はい、まさに
っちで。え、これは折りたためるぞ。一応ジャッキ自身が今までの通常のジャッキってちょっとこちらなんですけど、あのジャッキって普通そうやったんですけど、これに関しては傘みたいに、そうですよ、三脚みたいな形でこういうふうに折りたたんで、で、あの二角あると思うんですけど、場所取らずで、まあ、持ち運びにも便利ですと。これを持っていくのが憂鬱なんですよね。あ、そうです、本来なんかでかいの、そうやと思います、そうなんですよ。で、おっしゃる通りで、場所を取らないっていうのと、で、折りたためるっていうのと、今までジャッキこう持ってるときにどうしてもバランス崩れたヘッドがドンって落ちて、そうそうそう、で、ありましたよね、めっちゃある。で、これはもうここで止めてるんで、ヘッドが落ちることがまずないんですよ。例えばこれ緩めてても、これがもう直結してるんで、シャッフルと、そうなんですよ、そうなんですよ。これに関しては三脚で、で、まあ、こっちにもジャッキ置いてもらうんですけど、まあ、ドラムの受け、つば受けのところもあるし、あ、そういうことか、そうなんですよ、ブレないんですね、ブレないです、はいはいはい。あとはこれが、シャフトの抜け防止。おお、はいはい。今までなかったんですよ。これなかったんですよ。そして最後なんですけど、ちょっとね、あの軽量タイプで作られてるんで、ラチェット式ではないんですけど、ある程度高さはこういうふうに決めてもらって、あとはこれで手でいってもらうしかないんですけど、で、ある程度のところ決まったらシャフトを閉まって、あのジャッキ一応、そうですね、ぐらいまでいけるのか。結構汎用性ある方が1個でいけるっすもんね。マックスが790まで上がるんで、 1.5 のドラブとかまでやったり、 1.5 だったら、そうですね。で、これの一つ上の3トンまでいけるタイプもあるんですけど、そっちはラチェットタイプで、これはちょっと一応商品ではありがとうございます、はい、あるので。あと、イクラセイキさんではこういうパワーボールであったり、まあ、いわゆる金車、ドラム、6インチ、で、あと1個、何が最後にお願いします。ヤクのグリッパー紹介します。これ何やん、これ新しいやつらしい。そうです、あ、そうですね。何ですか、これは。これに関しては本当に新商品なんですけど、あの今まで有線やっぱ危険性もあるんで、下から上にケーブルをにかかってくるんで、上から行くと走るんで。あ、そうやね、そうです、はい。だけど、あのやっぱりどうしても安全な面、ロールにかかるっていうので、逆の発想で、まあ、上から落とし込むっていう。ああ、はいはいはい、うん、そうなんですよ。で、それのケーブル落とし込むのに、これはキャタピラ式になってるので、はい、落とし込み装置っていう形で、これ一つってより何個かちょっとやってもらうんですけど、落とし込み装置とこのインバーターボックスが必要になるんですけど、はい、これはこれ1個なんですか、これ、これ、これが 3セット、ね、セットとしては、まあ、これが単体、これが単体なんですね。これとこれをセットで使ってもらうんですけど、はい、こっちが落としな、こっちが、あ、そうです、こちらのこれ、そうですね、はいはいはい、屋上とかに置いてもらって、はい、これも横向きで使ってもらう、はい、動かせますか、こういう形で、あ、どっちもいけるんですか、バックもいける、どっちもできます、え、すごい。これはいくらかな、これは定価で今、これだけやったら88万円、定価しますわね、こっちは。ただ今本当に参考出品レベルで、まだ在庫とかない状態なんですけど、まあ、時期は来年以降とかは徐々に上から落とせるとこっちの方が出てる。そうですね、今なら移動速度、落ちた時が危ないと言ってたね、それが対処される、これすごい、ありがとうございます。ここも一緒でした、はい、ケーブル向くやつですね。そうですね、これはパワーメッキで、これパッとできたりします、まあ、できますよ。やっぱりこれ向いて売るのって全然ちゃいますもんね。そうですね、例えば、はい、これ、はい、これだとこれもいけます。ほうほう、特にこっちだと、まあ、ここでまず、はい、横のゲージ合わせるんですよ、はい、横のゲージ合わせてもらって、あとここの部分で適切なパイテを、まあ、1.6、2.2 って開けるじゃないですか、はい、そしたらこれ、これじゃないですか、向くとき大変なんですよ、はい、通常だったらボタン押してここに通すだけで一気に、え、おすげえ、取れる。ちょっともう一回いけますか。あ、もうないか。あ、まだあります。こっちで、こっちで見たいです。あ、了解です。はい。いきますよ。はいよ。はい。これ入れて、こんな形で。すげえ。一瞬。太いの、太いのいきましょう。はい、いきますよ。めっちゃおもろい。やってます。はい。この部分で入れてもらう。はい、一瞬やね。で、これで一瞬でこのように向けます。最高ですね。はい。そしたら、もうあとはこんな形で。はい。スクラップ屋に行くんですね、はい、バラバラになるっていう形です。ありがとうございました、はい、ありがとうございます、イクラツールさんでした、ありがとうございました。こんな感じでいろいろ売っております。あと切断する長さに合わせて
あ、スケールがついてます。ダイヤモンドコアドリル。ダイヤモンドコアドリル。ハヌイダイヤモンドがついてます。やると、まあ、これで切れてるんで。これ欲しいわ。めっちゃ早い。とりあえず、面白くしたいです。元気やろう。